こちらでは速報になってて、はい。もうまさかっていうか自分の耳を疑いましたけどね。かなりやっぱりびっくりしましたし、その選挙の1日2日前に起こったっていうことだったので、まあそういう政治絡みの犯罪なんじゃないかっていうね、ふうに言われてたみたいですけれども、やっぱり日を追っていろいろ調べていくうちに明るみになって出てきたっていう恨み、政治の恨みではなく宗教絡みの恨みっていうことだったわけですよね。まあそれ以外にもたくさんのその陰謀論説 っていうのはあるみたいですけれども、自民党ですか？がやっぱり票を集めるためにちょっと危ういところだったので、そういう設定をすることで一気に票を集めたみたいな、そのために本当は裏の勢力がこういったことを企んだんじゃないかみたいなね、ことを言ってるっていうのも、やっぱり耳にしますけれども、その辺は言うだろうな、そういうこと言う人もいるだろうなって思いましたが、ポコプンとしては、そういうんではない。今回の、ある団体の話ですけれども、まあ、こういったことがあって、明るみに出てしまいましたけれども、いろんな人たちが同じ経験をしているというか、苦しみを味わっているわけで、これは本当にポコポンとしても神としても大問題ですよね。例えば困ってる状態がゼロだとして、そこから少なからず1であれ2であれ上に上がっていくようにサポートしてあげるとか、助けてあげる、手を差し伸べてあげるっていうのが本来であるべきなのに、多くのそういった宗教だけじゃなくて、いろんなスピリチュアルのね、団体とか小さな規模のものであれ、一回落としてからゼロの状態よりもさらに、例えばマイナス2、3、4ぐらいまで落としてから、ここから上がりたいんだったらみたいな感じで落としてきたり、あと条件つけてきたり、その状態で、こうしないとゼロに戻れませんよとか、もっと落ちてマイナス6、7、8まで落ちてきますよ、あなただけじゃなくて家族までみたいな感じで脅してきたりとか、条件つけてくる神様なんて絶対にいません。神様はその脅してきたりとか条件つけてくるようなことはもう断言できますか？絶対にないです。教祖様のサイン入りの聖書が3000万円だそうですね。ふざけんなっていう。笑ってらんないんですよ。だって今回こういったことがあったから、そういうのが明るみに出てきましたけれども、そんなのいろんなところで行われてると思うんです。わかります？やっぱエネルギーとかっていうのはありますので、そのエネルギーを分けてあげたい、それにかかる費用っていうのはもちろんあります。でも足元を見た値段、相手の弱みにつけ込んでくる、そういった金額、脅しとか、そういうのは、できればポコプンとしては、おかしいなってやっぱり気づいてもらいたいっていうところなんですよね。自分でやっぱりそこを気づけないと、どんどんと依存してってしまうんですよ。自分で考えられなくなっちゃう。自分で何が正しいか分かんなくなってっちゃうじゃないですか。エネルギーっていうのは存在しますし、神様だって存在します。多くの人がやっぱりそういった神様とか別次元の存在とつながってメッセージを受けたりとかできると思います。ただ受ける側ですよね、こちらの波動の高さとか、そのどれだけ精神が乱れてないかによってつながる先が変わってくるわけじゃないですか。こっちが乱れてて、ものすごい荒い波の状態、エゴだらけで、もう人のことなんか考えてないですよね。自分の欲ばっかり。そんな状態で、例えば、チャネリングしたりとかしたら、つながる先はそういう場所なんですよ。そういう荒い場所。で、その人としては、そういった荒い次元、低い次元とつながって、
そういった存在が自分は神だと言ってきたら、もしかしたら信じるかもしれないです。同じですよね。人間だってこちらがものすごい落ちてる時に、あなたを救いますよって言ってきた救いの手を差し伸べる人の波動がものすごい低い、自分で判断できないぐらいまで落ちちゃってるから、そういった人のところに助けを求めるようになってしまう。本当は自分も含め、自分の周りの人、家族、友達、みんなやっぱり幸せになってもらいたいじゃないですか。神様に手を差し伸べてもらいたいわけですけれども、今回のようにそのためにもう訳のわからないぐらいの金額っていうのを献金して、どん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 して、周りをどんどん不幸に落としていって、それじゃ意味ないじゃないですか。結局誰も幸せになってない、何のために献金してるんですか、そこまで分かんなくなってしまう。それがポコプンとしては問題だっていうふうに言ってるわけですよね。そういうふうに騙してくる団体がたくさんたくさんあることも大問題ですけれども、それを問題として自分で見抜けない、周りの人たち家族も含めどんどん不幸になってってるのに、それさえもわからない、それでもいいって思ってしまっている、そういった人たちがたくさんいるのも本当に大問題であるとポコプンは言ってるんですね。さっきも言いましたようにリピートになってしまうんですけれども、自分がいる状態が本当に苦しいゼロの状態だったとしたら、神様は できればそこから5、6、8、10ぐらいまで持ってってあげたいですよ。でもそれが無理だったとしたら、少なくとも1、それから2ぐらいまではあげてあげよう、手を差し伸べてあげよう、そうするのが神様。でも絶対にそこからマイナスに落とすようなことを言ってきたりとか、脅迫したりとか、条件つけること、そんなことは絶対にしてこないです、絶対にしてこないです。それだけは皆さんに本当に分かっていただきたいって思っております。うん、でも弱ってる人って判断力が鈍るじゃないですか。はい、はい、またそういう弱ってる人でなおかつ依存症、自分で物事を決められない人って、やっぱりそういう強い人の意見にこう心が揺らいじゃうし、その強くあなたはこうこうこうするべきって答えを出してくれる人のところに行っちゃうんでしょうね。うん、それもあるでしょうね。うちはポコプンからこう伝えられました、タワーからこう伝えられましたっていう情報は出すんですけれども、だからこうしましょうとか、だからああしましょう、こうしないと何々になりますよ、こうしないと地獄に落ちますよとか、うちのブログで伝えているように、こうしないと闇の地球に行っちゃいますよとか、そういうふうに脅しはしないですし、あと意見を言わないですよね。なのでその読んでる読者さんにしたら混乱しちゃう、迷っちゃう、で自分で決めなきゃいけないけど、他の、ね、スピリチュアルの方とか他の情報はこう言ってる、畑さん、ノーモさんの情報はこう言ってるけど、畑さん、ノーモさんってすごい少数派な意見なので、やっぱり大多数の意見の方に引っ張られちゃうっていう方も多いと思うんですよね。それはそれでね、いいと思うんですよ。でももしもですよ、その9割以上のスピリチュアル界の人たちが言ってることっていうのが本当に正しいんでありましたら、世の中もっと良くなってますって、みんなもっと幸せになってますって、そしたら逆に9割5分以下に問題があるんであれば、そんなの目をつぶってたっていいぐらい、この世の中の問題なんてちっちゃなちっちゃな問題のはずなんです。でもその9割以上を言われているその説とか信じられていることっていうのが、どうしてかこの世の中を良くしてってないわけじゃないですか。どう見ても世の中良くなってってないですよね。前にも言ったんですけれども、世の中が良くなるっていうのは
法律とかでレイプしちゃいけませんよとか盗んじゃいけませんよとか人を傷つけちゃいけませんよっていうので人からそういった行動を取ることっていうのを制御していくっていうんですか、それによって世の中平和になったね。それは平和とは神は呼んでいないんですね。神の本当に目指す平和っていうのはそんなルールを決めなくてもそんな法律決めなくてもみんなの心が優しいからそんなことをしない、しちゃダメだからしないんじゃなくてもうしない、そういった優しさ思いやり人の心の痛みが分かる人間になってこそ本当の平和なんです。でも今逆行してます。全然そんな風な心を持ってる人少数です。ぶっちゃけた話世界中でほとんどのスピリチュアル界の人たちが言ってるようなことが正しいんであればこの世の中は皆さん優しい心も持ってるはずですし思いやりがあって例えばそういった犯罪にしても自分がしたくないから傷つけるのが悲しいからその痛みが分かるから人々を愛してるからそんなことしませんっていう人たちで溢れてるはずなのに法律で決めないとそういった犯罪がもう手をつけられない状態になっている。そんなのは平和なんて呼べません。うちの目指してるのはそんな世界じゃないです。うちが目指してるのは皆さんの心が本当にまた昔のような思いやりっていうのを取り戻してお互いにいがみ合いじゃなくって疑うところから入るんじゃなくって本当に信じ合うところから入れて嫌い怖いって言った視点で他人を見るんじゃなくって好きなところから入っていく受け入れるところから入っていくそういった関係をお互いに持てる世界だから縄文時代の時のように争いもないですし平和ですしやっぱりいいエネルギーで満たされてますよね。そういった世界をやっぱり目指してるわけですのでポコプンが強く言わないこうしないとダメですよこうしないとこうなりますよそうやって言わないのはそうしてしまうと依存されてしまう自分で物事の判断がつかなくなってしまう何が正しいのか悪いのか分かんなくなってしまうじゃあ混乱しててもいいのかいいんです混乱しててもいいんです混乱したら相談すればいいんです相談はいいんですそこから答えを自分で導き出していくんです。答えを教えてもらうんじゃないんです。相談することでいろんな答えっていうのが自分の中から出てくるし、もしかしたらそのヒントっていうのが相談相手からも受けられるかもしれない。相談っていうのはいいこと。でも最終的な決断は自分でしないといけません。そうじゃないと結局最終的には人のせいにしてしまう。ワクチンだってそうです。打ちなさいとか打っちゃいけませんなんて言いません。打つのは自分で決めてくださいと。それでね、納得するんですから自分が。それはね、いろんな説ありますよ。うちもそんな説を出してます。それを信じるか信じないかは聞いてる人次第であり、強制されるべきではないんですね。なのでそういったことを強制してこようとするそうしないと地獄に落ちますよとかもっと不幸になりますよともすればそこから救われたいんだったらこの400万円の石を買いなさいとかそんなのはもうその時点でありえないって思っていただきたいんです。まあ、相談してもいいですよっていうことなんですけど相談相手を一人にしちゃう人多くないですか。その強い意見を言う誰かさんがいて A さんだとしましたら、うん、もう何か困ったら常に A さんばっかりに聞いて、うんうん、で A さんの言うことに従うっていう人多いと思うんですよね。もちろんお友達とか家族に相談するのもとってもいいんですけれどもポコプンとしてはそれ以上にいいのは
あなたを知らない第三者が客観的にその話を聞いて、客観的にアドバイスをしてくれる、そういった人に話を聞いてもらう、相談する、そういったこともとってもいいよっていうふうには言ってます。カウンセラーや心理学者や精神科医のことじゃないかなって思うんですけれども、はい、第三者として宗教を選ぶ人もいますよね。またははい、スピリチュアル関係の人を選ぶ人も多いと思うんですよね。確かに多いでしょうね。うん、まあ、その辺も自分の判断になっちゃうんですかね。例えば宗教、まあ、もしくはスピリチュアル関係だったとしましたら、うん、その一団体とかお一人だけに固執するんじゃなくって、うん、やっぱりそこでもお話を聞いて、他の、まあ、カウンセラーさんに会ってお話を聞いてもらったりとか、うん、もしくはいろんなネットで情報を見て自分なりにリサーチしたりとか、うん、こうまんべんなくやった方がいいんでしょうね、その答えを求めるために。そうですよ、うん、それで結局一人の人とか一つの団体が言ってることだけを鵜呑みにするんじゃなくって、いいとこ取りすればいいんです。いいとこ取り、そして自分の中をいいとこだけで埋めていく、そうすることが一番いいことだと思うんです。ただ脅迫にいいことなんて絶対絶対絶対ありませんということだけは知ってください。そのポコプンが教えてくれる、こうするといいよとか、ここ行くといいよって言ったこと、それだって行くも行かないもするもしないも個人の自由意思に任せてます。たまにね、でもいるんですよ、なんかすいません、せっかく教えていただいたのに行かなかったです、なんか大変失礼なことしてしまいましたとかって、いやそんな風に思わないでいただきたいっていうか、全然ポコポコはそんなの気にしてないですし、毎月タワーが厳しいメッセージをくれてるじゃないですか、はい、タワーの厳しいアドバイスですよね、はい、が届くんですけれども、それをまあ、ノーモさんは私に伝えてくださって、で私はブログに書いたりとか、はい、ノートルナリスコミュニティでこうお伝えしたりとかしてるんですけれども、はい、当の本人がそれをフォローしてないじゃんってポコプンが怒られましたよ。ついにそうついに突っ込まれた、あ、見られてるごめんなさいみたいな言われましたね。そうバレてる。なんか人に偉そうに言ってるんだけど、自分たち実行しなきゃ意味ないやんみたいな感じで言われました。ごめんなさい、それはごめんなさい。なかなかね、人間としてはできない。まあ、でもその辺は、いや、ポコプンは理解はしてるんですよ。できなくてもポコプンはそれに対してもちろんで、できないじゃんとか失望してとか怒ったりとかっていうのはないんですね。ポコプンが見てるのはやろうとしている意思ですよね。それが一番美しいんです、その意思が。もうやろうとしてないじゃないですか。それ自体ダメダメ。美しくない、美しくない。すいません、頑張ります。なので皆さん本当に頑張ってくださってて、うん、できるできないは構わないんです。でも、うん、本当にやってみようとかやってみるっていうその意思とか意識自体がポコプンが言うところの美しいものでありますので、その成功失敗、自分に対する啓発のための頑張りですよね。それに失敗なんて絶対にないです。全て成功、やることの全て成功、失敗なんて思わないでいただきたいですし、ポコプンとしてはさっきも言いましたけども、そのやろうっていう意思、頑張ってるその姿勢っていうのが美しいから、本当にそれだけでももうすっごく嬉しい、ありがたい。でもノンモとか畑さんみたいに言ってるだけでやろうという意識もないは怒られますよ。
怒ってないんですよ。怒ってないんですよ。別に罪も罰も何も来ないんですけど。来ないんですけど、そう、ごめんなさいみたいな。そうですよ。だから私たちが、はい、まあね、なんだろう、こういう活動をしてるからって言って光の地球に行けるかっていうとギャランティーじゃないですから。そうですよね。そうですよ。あのポコプンとしたらできるだけ私もノモさんもね、光の地球に行けるようにとは望んでるでしょうけど、結局は私たち次第ですからね。うん、うん、本当にそうですよ。うんうん、さっきも言いましたけど自由意志ですからね。はい、あっていうのもありますし、その自分たちの頑張り次第っていうのもありますし、うん、あとはその光の地球とか愛の地球とか、そのワンネスであふれた世界とかっていう言い方をすれば、全員が全員そっちに行きたいかと思っちゃうじゃないですか、思っちゃうじゃないですか、うん、でももしかしたらそっちに行きたくない人だっているかもしれないわけですから、例えばね、そんなんじゃなくって、もう機械まみれで、あの自分で考えなくてよくって、もう本当にロボットのように扱われているだけで楽、そっちの方が幸せっていう人っているかもしれないじゃないですか、うん、だからどっちがいい悪いじゃないんですよね。ポコポンはそっちがいいって思うんだったら、全然それ悪いことでもその人は悪い人じゃないんですから、あのお互いにその人その人個人個人の望んでることっていうのはリスペクトしてあげるべきだっていうふうには言ってますね、うん、人生は迷ったり混乱したり悩んだりっていうのの連続で、はい、でその中でこう自分なりの、まあ、ベストだなって思う答えを見つけて、まあ、失敗もするし、はい、成功もするしっていうのを繰り返しながら、うん、まあ、魂を高めていく、うんうん、っていうことじゃないかなとは思ってるんですけれども、そうやって頑張って自分なりに自分の力で魂を高めていくことをポコプンたちは応援してるわけですよね。応援してます。だから先ほども言いましたけれども、うん、あの人に相談する、それは絶対悪いことじゃないです。それは弱いことでも依存でもないです。相談はとってもとってもとってもいいことです。じゃなくって答えを委ねてしまうこと、自分の行く方向性っていうのを決めてもらっちゃうこと、それがポコプンとしては残念。そうしてしまうことで依存してしまうのと、もしもそれがうまくいかなかった場合に、自分ではなく誰かの責任にしてしまう。最終的にこの人生が終わるときに振り返って後悔したまま目閉じますから、そんな人生は嫌ですから、やっぱり最後目を閉じるときに、うわ楽しかった頑張ったって言って、うわーって言ってキラキラーって肉体抜きたいじゃないですか。そうなれるには楽しいこといっぱいやって、自分でいろいろ決めて、失敗も成功も含めて、それでこそキラキラーって最後目を閉じられますから。だから相談はいいですし、でも決断は自分でしてください。絶対に誰かに答えを委ねる、行く方向を決めてもらう、足元見られて莫大な法外なお金を払うとか買わされるとか、そうじゃないとこうなりますよとか、そういった脅迫条件、そういうのを飲まされる、絶対に気をつけてください。そういう団体、そういうスピリチュアル界の人々、彼らがどこかともし本当につながってるんであれば、それは絶対に波動の低い低いところの存在とつながっちゃってますので、本当に気をつけてくださいというわけで、はい、はい、気をつけましょう皆様じゃないですけど、私も頑張ってタワーのアドバイスを見直したいなと思っております。それはノンモモです。はい、できたら光の地球行きたいですしね。そうですね、はい、皆さん一緒に行きたい人は皆さん一緒に行きましょう。そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。